はい、NHK をぶっ壊すT シャツ。はい、令和5年2023年4月の2日18時12分であります。金曜日のお昼ですね、今から2日前にお願いしました、NHK ぶっ壊すテレビ紹介させていただいて購入お願いしますということで、1週間でなんとか500台と。いう目標を掲げてやっておりますが、あとですね、もう400台ほど売れまして、あと100台。ただ在庫、日本に置いてたのがですね、350台ということなので、こっからですね、もう、ご注文いただく方は大変申し訳ないんですが、来月末ぐらいまで2ヶ月弱、納期がかかってしまいますので、そこはもうご容赦ください。でですね、この、どういう、会社とかどういう方法でこの NHK が映らないテレビを買っているのか、ちょっと全体の概要をですね、僕だからこそもう全部ばらしちゃうと、他の人に迷惑かけないようなことにさ全部ばらしちゃおうということで、なぜこういうテレビがですね、僕が全く素人の僕が販売できるのかと。いうことについてお話をしていきたいと思います。で、またですね、この、現在、まだ、国政政党政治家女子48党の方についてはですね、大津彩香党首が、まだ態度を明確にされていないということで、ご心配をおかけしているところがございます。特に、お金を貸してくれている方ですね、また、党の職員の方、ご心配をおかけしておりますが、私は、今回の件、黒川幹事長ですね、とにかく彼がおかしいなことをしているので、彼をですね、このまま追い出したいということでございますので、大津党首はさすがにね、僕のことは嫌いでも政治家女子48党のことは嫌いにならないでくださいと、大津さんには言いたいですし、もちろん大津さんは非常に、そこは賢明な人でですね、今、弁護士さんと相談していると。いうことですので、お金を政治家女子48党に貸しておられる方、もうしばらくですね、お待ちいただきたいと思います。不安だというのは分かります。また、党関係の職員の皆さんもですね、不安な日々があるかもしれませんが、僕は大津党首のことを信じていますので、しばらくお待ちください。で、テレビの方に戻ります。で、ですね、これでいこうか、どれで解説しようかな。まずですね、立花孝志株式会社、株式会社立花孝志というのは何ですかと、ね、株式会社立花孝志っていうのは業界で言えばジャパネットみたいなもんです。ジャパネット、お安いとか言わないかな、いわゆる前の社長の高田さんがやってたこうネットを中心としたものをね、家電を売る会社だというふうに考えていただければ分かりやすいと思います。もちろん、ビッグカメラさんとか、ヨドバシカメラさんとかね、小島電機とか、あとは、新生東井、ケーズ電機とか、そういうですね、家電量販店、テレビに今特化した、販売をするですね、売ることが、いわゆる営業することが、メインの会社ということです。で、私がテレビを購入する、いわゆるメーカー、どこのメーカーのテレビを買ってるのかっていうと、株式、ちょっと前株か後株かわからないんですが、株式会社 G クラウド、G クラウドという会社からテレビを買ってます。43型ですね。これは、いわゆる業界でいうところのメーカーさんになります。東芝とか日立とかソニーとか。で、43インチはこの G クラウドで、今これをメインにこれから話していくんですけど、それ以外にも今週木曜日に株式会社 LED 東京さんともちょっと話をします。つまり、ジャパネット高田さんがソニーのテレビも扱っているし、東芝のテレビも扱っているような感じで、株式会社立花孝志は、メーカーですね。これ G クラウドも LED 東京も日本のメーカーですので、日本のメーカーと取引をするということになります。こんな感じですね。で、43インチは G クラウドさんから、そして今、大画面ということを言われてまして、50インチ、55インチ、65インチはですね、LED 東京さんの方から納入してもらうと、ここから仕入れようとしてます。で、この G クラウドさんも LD 東京さんも基本的にはメイドインチャイナです。テレビ自体は工場は中国で作ってます。で、ただこれ Google の Android OS を入れなきゃいけませんので、アメリカの Google 社からの契約、これを Google の OS を使っていいって契約は、これちょっとLED 社はわからないですけど、Google 社とこの G クラウド社は、これ5万台は買いますよと契約をどうもしてるようです。5万台分。で、この Google の OS を使っていいということを確認をした上で、中国のメーカーです。これアリババじゃないですが、この G クラウドさんは中国の、中国国内では2位の企業だと聞いていますが、ここと取引をしてですね、今1万台契約してると聞いています。で、ここの金額がおそらく日本円で2万7,000円とか、2万いくら、2万5,000円とか、為替もあるので、レートのもあるんで、の契約をしてると聞いています。あまりこういう細かく言うと分からない人は分からないかもしれないですが、一応これ言っときます。で、ここからですね、この G クラウドさんから今回500台、私ども、株式会社立花隆が仕入れをさせていただいたということになります。で、いくらで仕入れたんですかっていうのが、29,000円で仕入れてます。株式会社立花隆から、G クラウド社に、29,000円でテレビを買ってます。で、これがですね、埼玉県の倉庫の方にですね、また別会社さんなんですが、埼玉県の宗龍さんっていうですね、業者に梱包と出荷をお願いします。2,500 円から3,500 円なんで、これ辺はちょっとざっくりですけど、送料大体2,000 円後半、3,000 円見とけば大体いけるかなというところです。で、だからこの原価というのは、テレビの原価っていうのはこの43インチの話なんですが、29,000円の仕入れ価格に送料ですね。で、さらに決済手数料。基本的にはこれはクレジットカードでしかできませんので、支払い今のところはダメだと。後に電話での申し込みとかもできるよう説明していきますが、決済手数料が2,000円弱かかりますので、原価がこうなります。34,000円です。税込みです。税別にすると39,000円。31,000円ぐらいですけどね。要は、株式会社立花隆が皆さんのところにテレビをこのチューナーレステレビ、NHK をぶっ壊すテレビを届けようとすると、この29,000円と送料と、決済手数料がかかると。だいたい34,000円ですよと。税込みで。この、もう仕入れ価格を言うのもなかなかはって言われるんですけど、僕はもう全部つまびらかにしていきます。でですね、定価、今ですね、このテレビの定価っていうのは、49,500円です。49,500円。ちょっと話は前後しますが、検索をするときには NHK をぶっ壊すテレビと。NHK をぶっ壊すテレビでやっていただくと検索エンジン一番上にかかってきます。で、この一番上のところをクリックしていただくと NHK をぶっ壊すテレビが出てきてですね、このように特別価格 39,800 円で今500台限定で販売させていただいてるんですが、このテレビの定価っていうのはこれ消してますけど 49,500 円です。横棒引いてますね。49,500 円で売るとですね、これは、消費税と送料込みになっていますので、原価が消費税と手数料込みで34,000円ですので、粗利が15,500円出ると、そういう商品です。定価で売ると15,500円、株式会社立花隆にですね、入ってくるという状況なんですが、今の限定500台については値引いてます。ほぼほぼ1万円値引いていますので、39,800円になります。今、あと100台ぐらいは39,800 円で税込みで買えます。送料込みで買えますので、ぜひね、残り100台、買っていただければと思っています。そうするとですね、こっからこれを引いた39,800円から、34,000を引いた5,800円というのが株式会社立花隆の利益と、1台あたりの利益になります。でこれを500台売るとですね、500台買っていただくと290万円、約300万円の利益が出ますよということで、現在もう400台ぐらい売れていますので、本当にありがたいことですね。200万円以上の利益が、これ純利益が出てると。純利益じゃない、粗利が出てる。粗利ですね。粗利が出ています。こういう状況です。で、この中から YouTube 広告などを打ってですね、さらに、拡販していこうと。拡販というのは販売を拡大していきましょうという考えです。もう、これ広告費ゼロです、今回。広告を作ってもらった山崎くんの会社にですね、広告作成料、おそらく数万円とか10万円ぐらいで払えばいいので、ほぼほぼこれの利益、これから利益が出てるというですね、ノーリスクハイリターンの会社です。っていうのは、僕はこの株式会社 G クラウドさんとはすごく仲良くさせていただいてる人脈がありまして、そもそも普通500台売るってなったら、500台かけるこの 29,000 円の約 1,450 万円は先に払わなきゃいけないじゃないですか。払ってないです。もう僕との信頼関係でもうここは確実に500台売れるでしょうというところで、もうその信頼関係でやってますので、現にもう400台売れてますので、400台かけるこの4万円ということで、1600万円のお金が入ってきてると。1600万円のお金が入ってきているので、十分ですね、この最初のお金っていうか、株式会社立花隆が払う株式会社 G クラウドへのお金っていうのは入金されてます。で、株式会社 G クラウドが運用してくれている決済システム動いてますから、 G クラウド社に、正確にとしては G クラウド社じゃないかもわからないんですが、その皆さんがクレジットカードで、この 39,800 円を決済してくれるとですね、クレジットカード会社からクレジット決済会社に行って、そこから G クラウド社に入って、 G クラウド社からこの送料と、もちろん決済手数料引かれて入ってきて、で、その差額、仕入れ価格と販売価格ですね、その差額が株式会社立花隆の方にこう入ってくると、こういう流れになっています。はい、でですね、今日、新たにですね、電話でのサービスもします。で、越智くんというね、大田区から行こう予定の僕のお友達なんですが、部下みたいなもんですけど、よく一緒にゴルフ行ってるんですが、越智くんが電話対応してくれてます。090824184794。要はね、どうしてもカードで買えないという方。買い物できません。クレジットカード持ってない人とか、JCB さんがですね、使えないんですよ。使えるのは、ビザ、マスター、あと、アメックスかな。ちょっと決済システムもすごく安いところを使っているので、JCB が使えない。ちょっと今審査中なんですけど、いずれにしても電話で買いたいという方については、越智くんがですね、電話で住所と名前と、振込先を教えますので、越智くんに振り込んで買ってください。ただ、電話での購入に関しては、これ、越智くんの手数料が必要になってきますので、39,800 円プラス 5,000 円をいただいています。これも越智くんの手数料です。だから電話で注文される方については、越智くんの方に聞いていただければ、越智くんの口座に払うと。振り込みの方法も、現在ちょっと一時的に越智くんという代理店を作ってやっておりますので、よろしくお願いいたします。クレジットカードの決済が下りない人もいらっしゃるようなんですよね。だからそこはそういう形で、お願いします。JCB しか持ってないとか、クレジットカードの決済が通らなかった人はですね、越智くんに電話していただければ、OK です。で、あと説明していかなきゃいけないのが、このままですね、アフィリエイトっていうのをやっていきます。成功報酬型広告っていうんですけど、アフィリエイト。これ、正直15,000円も利益出るって、それはお前利益取りすぎちゃうかと、いう方いらっしゃると思います。1台あたり15,000円も利益取ってどうすんねんっていう方もいらっしゃるんですが、そこは心配無用というかですね、この原価売り3万飛び900円、900なもかな、税込み3万4000円っていうものでも売ります。ただしこれはタイムサービスという形で売らせていただきます。あくまでもこれが定価です。定価でですね、物を売らないと。今ね、この定価から3万9800円が値引いて売ってるんですけども、定価である程度の一定期間商品を売らないといろいろと法律上まずいということがあって、これでも売ります。で、高すぎるやないかというご指摘をいただくのはもう間違いないと思ってるんですが、高すぎるので週に1回とか月に2回ちょっとどれぐらいのペースでできるか分かりませんが、必ずこの原価で3万4000、もう3万4000で43インチのチューナーレステレビの 4K ですね、を売ってるところは多分ないと思います。おそらく一番安くても3万5000円台だと思います。だから値段でどうしてもこう安いのが欲しいっていう方は、月に事前に告知もしますので、株式会社立花隆のタイムセールにご期待くださいで、原価の3万4000円で買っていただくっていう方法はちゃんと用意します。むしろお金のない方はここで買ってください。で、4万9500円っていうのはまさに立花隆を支援してあげようと。今後の立花さんの活動、NHK をぶっ壊す活動を支援する方は、ぜひ4万9500円の定価で買っていただきたい。ただ、ここにもですね、クーポンというもの、このアフィリエイトのクーポンというのをつけていきます。クーポンコードですね。4桁のクーポンコードで、ここに5000円の余裕を持たせます。でですね、例えば、これ誰がやるかという有名人とか党関係者なんですけども、これね、例えば有名人、ホリエモンにね、このビジネスやったらどうって言ってくれたのホリエさんなので、ホリエモンにこうクーポンコード4つ渡すと。で、この 4桁のクーポンコードをですね、例えば堀江さんが、堀江さんの YouTube とか堀江さんの何かブログとかで、この4桁のクーポンコード、堀江さん独自のものを渡しますよね。で、立花さんが面白いテレビ売ってるから、NHK と契約しなくていいテレビ売ってるから、皆さんこの4桁のホームページに行って、株式会社立花隆のホームページに行ってこの4桁のクーポンコード打てば、ね、それで堀江さんのところに5000円入ると。で、このクーポンコードっていうのも1人に何個でも渡すことができるので、例えばこのクーポンコード1234と入れると、これはこの定価4万9500円が例えば3000円引かれますと。3000円引きになると購入者は4万6500円で買えるわけですね。で、堀江さんのところには2000円のバックがいくと。アフィリエイトは今5000円の枠でいこうと思ってます。だから、例えば、同じように代理店の越智君がYouTube とか Twitter とか、いろんな形で売りますと。越智君のところから紹介された方は、株式会社立花隆は 44,500 円で買んでれば越智君に渡すってことなんですね。で、越智君のところに 5,000 円までの値引きの裁量権を渡します。で、500円引きで売ったらお客さんは 49,000 円で買います。でも、大地君はだから 4,500 円儲かりますと。これ、例えば佐藤さやかさんが、私は 2,000 円引きのクーポンコードを渡します。そうすると、佐藤さんに紹介された方は 47,500 円で買います。佐藤さんに 3,000 円入ります。これ、わかりますかね？とにかく、このクーポンコードというのを使って、この定価をですね、落としていく、下げていくっていうことができるようにしていきます。今のところ5000円でいこうと思いますが、場合によってはこれ1万円にしようかなと思ってます。で、5000円で売ると 44,500 円で売れますので、44,500 円で株式会社立花隆のところにお金が入ってくる形になりますから、これからこれ引いても5000円でもですね、1万円の、利益が出ると。いうことになります。ですから、安く買いたい方はこのホームページから、株式会社立花隆のホームページから、タイムセールスの期間に3万4000円で買ってください。で、儲けさせてあげようとかですね、この動画見ずに買う方については、定価 49,500 円から割引のクーポン、コードを使って、最大 5,000 円まで安くなるというような形で、これからやっていこうと思ってます。で49,500円以外にもちょっと10万円で同じテレビを売ってやろうと思ってます。でここ10万円に関してはもうまさに活動費、10万円のテレビ、このですね、中ナレステレビ43型の中ナレステレビプラス立花隆のシールとかね、シールはある意味5万500円で買うのものなんですけど、まあこういうですね特殊なパターンも売っていこうと思ってます。立花さんにちょっと活動費上げようという方もいらっしゃいますので、49,500 円で売るテレビもあれば、10万円で売るテレビもあります。そして1000万円で売るテレビも作ります。立花と一日遊ぶ券とかをつけていこうと思ってます。まあもちろんね1000万円でテレビ買ってくれる人ってなかなかいないと思うんですけど、まあ年にね1人でも2人でもいたらいいかなと。立花と喋りたいという方は一日遊ぶ券をつけますので、テレビを1000万円で買ってください。まあ1000万円に関しては YouTube なんかの撮影も当然 OK なので、まあ1000万円でテレビを買ってくれる代わりに僕も買ってくれた人が何かお商売とかしていれば逆にお店屋さんをしてればね、その食堂とかしてれば1000万円のとんかつを僕が食べに行くとかね、お互いが1000万円出し合えばうまく宣伝としては使えるかなと思ってますので、そういうですね1000万円でテレビを売ろうということも考えています。これはまあちょっと話題になるかなっていう程度で本気でこれがめっちゃ売れるとは思ってません。何とも言いますが、原価売りはします。業界最安値の 34,000 円というのはやるつもりです。ただしこれはずっと売ってるわけじゃなくて年間とか月のうち何日かだけしかできませんということはやろうとしています。で、なぜこの原価で売ろうかって言ってるのかっていうと、やっぱりこの契約してる台数がですね、1万台とか5万台とかやってるので、原価で売れるだけでも、ここの契約のノルマが達成できますから、まあ僕に、うちに売ってくれてる株式会社 G クラウドさんとしたらありがたいわけですね。だから原価売りはしようとしています。なんか日頃のねあれと違うので、テレビの販売とか僕もしたことがないのでちょっといつもの軽快なパターンで喋れてないかもしれませんけども、これどこかペン、はい、やこういうやつ、まあいいや、ペンがない、まあいい、はい、あなた、はい。で解約、こ